こんにちは、帯野です。今日もシニアの方に向けて、この足腰で大事なももの運動をお伝えしたいと思います。どうしても年齢とともに筋肉というのはつきづらくなってしまいます。そして自粛期間中もあって、筋肉は落ちるのは早いけど、つけるのはなかなか苦労すると思います。なので今日はより効率よく筋力をしっかりつける方法をお伝えしたいと思います。今日の流れとしてはその説明をしっかりとして、そしてその後に一緒に運動をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では効率よく鍛える方法なんですけど、まずですね、皆さんの筋肉がどれだけ硬くなってしまっているかが問題になります。筋力というのはいわゆるこういう伸び縮みする張力という力がとても大事になります。なのでしなやかでビョーンと伸びてくれる柔軟性が大事なんです。そこで筋肉が硬くなってしまうと全然伸びてくれないし、力が発揮できない状態なんです。なので筋肉が筋張ってしまうように、硬い細い筋肉であればあるほど、いくら運動しても筋肉ってついてくれません。じゃあどうしたらいいかというと、しっかりと柔軟体操、いわゆるストレッチをしてからその後鍛えるというのがとても効率的です。今日はこのももについてしっかりと柔軟体操を一緒にやって、その後にこの足腰を強くするトレーニングを行っていきたいと思います。なのでぜひですね、柔軟性があって、そしてその後に筋肉をつける、この順番が大事で効率的だというのをぜひ覚えておいてください。ではこの後一緒にですね、柔軟体操とトレーニングをやっていきましょう。ではですね、このももの正面の筋肉の柔軟体操からしていきましょう。まずこのももの正面の筋肉というのは、いわゆるですね、膝を伸ばしてくれる筋肉、立ってバランスをとったり、こういう段差、階段の時にこうぐーっと体を上に持ち上げてくれるのに大事な筋肉になります。なのでまずここの筋肉をしなやかにしてあげましょう。方法としてはこのようにですね、ちょっと横向きます。このように足を折りたたんでいただいて、かかとがお尻にくっつくように引っ張ってあげてください。そして気持ちお膝を後ろに下げていただくと、この前の部分、ここが突っ張ってくると思います。突っ張ってきたらしっかり筋肉が伸びている証拠なので、この状態で20秒キープしていきます。ではいきますよ、用意スタート。はい、ではこの状態で、ただ折り曲げてるだけだとあんまり突っ張ってる感じがない方は、なるべくぐーっと後ろに引いてあげてください。ちょっと胸張るといいと思います。この状態で、ああここが突っ張って痛気持ちいいぐらいですね。あんまり痛いというよりは、ちょっと伸びてるなというぐらいやってみてください。はい、戻しましょう。はい、ではこの反対側ですね。このように足を持って、かかとがお尻にくっつくようにぐーっと引っ張ってあげてください。はい、ではいきますよ。用意スタート。このポーズでも、まだ突っ張ってる感じがない方は、しっかりと後ろに引くようにしてあげると、ね、膝を後ろに引いてあげるとかなり突っ張ってきますから、痛気持ちいいぐらいのところでとどめてください。そしてストレッチというのはこういうふうにグイグイグイと勢いをつけたらいけません。じわじわじわと伸ばしてあげてください。はい、 OK です。はい、では戻しましょう。でこの運動はですね、今立って行って、そして膝をかなり曲げたんですけど、もし膝にもともとご病気とか怪我があって痛くてできないという方は、ちょっと違う方法を今からお伝えします。まず椅子に座っていただいて、そしてですね、このように自分のお腹の方に、見えますかね、お腹の方にぐーっと足を近づけてあげてください。この状態で20秒やっていただくと、これも同じくこのももの部分がしっかりとストレッチされますので、こちらでやってみてください。はい、では今度はですね、ももは正面だけじゃなくて後ろ側も大事になります。ここの筋肉もしっかりと柔らかくしてあげる運動をしていきましょう。はい、ではですね、まずはどっちの足からでもいいので、片方の足を前に出してください。そしてぐーっと後ろの足を曲げます。この状態で両手をこのように足先もしくは足首に手を伸ばそうとしていただくと、このもも裏、膝裏ですかね、そこがすごい突っ張る感じがありますので、このように足を触ろうと
してください。これを20秒やっていきましょう。ではいきますよ、よーいスタート。はい、ぐーっと足首を触ろうとします。で、人によってはですね、この辺で止まっちゃう人もいると思います。もちろんそれでいいです。ここのもも裏が突っ張ってれば OK なので、無理して遠くを触ることが目的ではないので、自分のあこの辺で突っ張るなというところでやめてください。はい、ありがとうございます。どうですかね、このももの裏、膝の裏が伸びた感じはありましたか。これ今度反対側行きましょう。では一歩前出して、ちょっと軽く膝を曲げて、はい、では足首に向かって手を伸ばしていきます。では行きますよ、よーいスタート。はい、ぐーっと伸ばして伸ばして、はい、この辺りがピーンと突っ張る感じが出てきたら OK です。この状態で20秒頑張りましょう。突っ張って伸びるということは、硬い筋肉がまた元に戻ろうとしていることになりますので、しっかりと痛気持ちいいくらいのところでやめましょう。はい、ありがとうございます。はい、これでですね、正面の筋肉とももの裏の筋肉がしっかり伸ばされて、凝り固まった状態が元の状態に戻りました。この元に戻った状態でトレーニングをすると、しっかりと力が発揮しやすい筋肉になりますので、今からトレーニングをしていきましょう。トレーニングもももの正面の筋肉とももの裏の筋肉2つ行っていきましょう。はい、ではももの正面の筋肉から一緒に鍛えていきましょう。まずですね、椅子か何かを準備していただいて、その前に立って、肩幅ぐらいに足を広げましょう。そしてこの椅子にゆっくり座ろうとして、座らないギリギリのところでキープして戻します。座ろうとして座らないで戻すと。この運動を今から20秒間反復して行っていきます。そうするとももの正面の筋肉が鍛えられます。ではやってみましょう、よーいスタート。はい、座ろうとして座らない、座ろうとして座らない、そうです、反復していきますよ。お尻がベタッとつくよりはちょこんとつくぐらいのところでまた戻してあげましょう。そうするとこのももの正面の筋肉、ここがかなりですね、疲れてきますので、だん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 負荷がかかってきます。はい、ありがとうございます。では、今度はですね、腰を下ろして座ろうとして、この状態でキープしましょう。この状態で20秒頑張ってキープしてみましょう。では、いきますけど、よーい、スタート。では、座ろうとして、はい、座らない。ここ、空洞ができてますね、ちゃんと。はい、この状態でキープすると、このももに、力が入ってくれます。顔が下がったりしないで、なるべく顔を起こしててくださいね。そうするとよりここに負荷がかかってきます。さあ、あと3秒頑張りましょう。もうちょっとですよ。はい、戻しましょう。はい、このように20秒の運動ですけど、結構ここに負荷がかかったと思います。あ、疲れたっていう実感はありましたでしょうか。このぐらいの負荷をぐーっとかけてあげると、筋肉はしっかり身についてくれますので、20秒今やりましたけど、例えば朝昼晩やったりとか、もしくはこれでかなり疲れてしまった人は10秒から始めても OK です。自分の体力、筋力に合わせてそこは調整してみてください。では今度はですね、もも裏ですね、もも裏の運動をしていきましょう。椅子かテーブルでもいいので捕まっていただいて、この状態で足をですね、後ろに下げて、後ろの足だけつま先立ちになってください。はい、ここからですね、ぐーっと足を後ろに引いて持ち上げてください。そうするとここちょっと触っていただくと分かるんですけど、ももの裏が力が入ってます。人によっては急激に力を入れるとつるかもしれません。もしつりそうな人はストップしてくださいね。でこちらもですね、上げて下ろして上げて下ろしてを20秒間やっていきましょう。ではいきます、よーいスタート。はい、上げて下ろして上げて下ろして、なるべく上半身をまっすぐのままやると、よりここに力が入ってくれます。上げて下ろして、上げて下ろして。人によっては腰でちょっと痛いって方もいらっしゃると思うんですけど、これ続けて腰がどんどん痛くなる方はちょっとストップしてください。やめた方がいいです。はい、 OK。 この運動は股関節の可動域の関係でそんなに高く上がりません。なので高く上げようとすると上半身も動いちゃうので、これは高く上げるというよりは、しっかりここに力が入っていれば OK です。
で今度は反対側を行きましょう。はい、では足を一歩後ろに引いてこの状態で上げ下げをしていきます。では行きましょう。用意スタート。はい、上げて下げて上げて下げて、このようにこのももの裏が力入っている感じがありますかね。しっかりと動かしていきましょう。なるべく胸は張って上半身は起こしてください。高く上げようとする必要はありません。はい、ありがとうございます。はい、では今度はこの運動で上げてキープしましょう。ずっと上げ続けてみてください。これも20秒頑張ってみましょう。では片方の足を後ろ下げていきますよ。用意スタート。はい、ではこのままキープします。足がヒューンとこう下がらないように気をつけてくださいね。あとずっと力入れてるのでつりそうになってしまったらもう無理しないでやめてくださいね。自分の体に合った秒数でやるのが一番いいので無理して20秒やる必要はありません。さあ、もうちょっとですよ。はい、ありがとうございます。はい、これだけでも結構ここに疲れたって感じがあるかもしれません。今度反対行きましょう。では反対側も足を上げるように行きますよ。用意スタート。はい、このまま20秒頑張ってみましょう。そうするとここですね、触っていただくと分かります。ももの後ろ側がキュッと硬くなっているのが分かります。さあ、この状態でヒューッと足が下がらないように上げ続けてくださいね。もうちょっとですよ、頑張りましょう。あと3秒です。さあ、ラストスパート。はい、戻しましょう。はい、ありがとうございます。このようにですね、しっかりとももの柔軟性ですね、しなやかさを出してあげてからギュッと負荷をかける筋トレをするとより効果的に鍛えられるので、ぜひですね、やってみてください。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。